巨人のコーチにボディービルダーの鈴木正さんが就任しましたが、個人の筋肉量アップに関してはスペシャリストだと思うんですが、筋肥大を狙うボディービルトは、単関節の動きを練習しがちな気がするので連動性、連動性が大事な野球というスポーツでは正しい選択だったのかなと僕は思います。 僕は竹さん、体思い通りに動かすという練習コースが一番大事なんじゃないかと思いんです。竹、うん、さん、どう思いますかまあ、運動選手に関しては、もう俺みたいなトレーニングする方が、まあ、機能は上がると思いますね。だから、なんか、まあ、ただ、ニュートリションだったりとか、まあ、なんだろう、狙ったトレ筋肉にアプローチするトレーニングみたいなものは、やっぱ専門家なんでね、ボディビルダーは。うん。だけど、形を作るとか、筋肉を一つ一つ大きくする。 っていう作業とスポーツの運動の機能を上げることは全く別の作業なので、まあ、野球の能力を向上させるために雇ってるんだったらちょっと違うんじゃないかなとは思います。だからそこじゃない目的があって雇ってるんじゃないですか筋肉とか体に対する向き合い方とか、あの、まあ、故障をしないためにはどういう、あの、ことを気をつけたらいいのかとか、うん。なんかそういったことをもしかしたら求めてやってるんじゃないですか もしそのボディビルダーのコーチを入れて、筋力だけが上がって、技術が良くなるとか、結果が良くなるってだけ考えて呼んでるんだったら、それは間違いだと思うけど、そうじゃないんだったら別にいいんじゃないですかね。まあ、正しい、なんて言ったいんですかね、科学的な知識は野球選手の方々よりは持ってると思うんで、アドバイスを聞いて、 はい、フィジカル、その、単関節でも、あの、弱いよりは強い方が絶対にいいから、からそれをやっぱり動かすのが上手なのが、やっぱ野球選手はそういう人多いんで、まあ、プラスになる人もいると思いますよ。ただ、マイナスになる人もいます。間違いなく。うん。あの、特に運動がすごい、なんて言ったらいいんだろうな。得意っていうか、うん、なんて言ったらいいんだろうな。不器用な人は、ウエイトトレーニングとかで鍛えても、そんなに、 あんまり影響ないと思いますけど。うん。マスター、オーガスタナショナル、綺麗だな。しかし、こんなとこでゴルフしてみたいな。